田敦子のハートソングス。こんばんは、前田敦子です。今週もこの方とお送りします。はい、柳ゆりさです。ぴょんぴょん、27歳です。女優やってます。よろしくお願いします。ゆりさが砕けました。やっと砕けた。ちょっと緊張してたけど、8月ね。なんかするの？何も予定ないな。仕事？仕事だよね。うん、だってもうすぐ仕事始まるって言ってたもんね。そうだね。焦ってる時だよ。やばい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 、始まる始まる始まるって。私はそのやばいやばいやばいがちょっとこうやってちょっとハーってしてる時かな。この日は。そっかそっか。でもさ、撮影のさ、前とかクランクインする直前ってさ、どうなる？台本をとりあえずなぜかずっと持ってる。あ、持ってる。確かに。でしょ？いつも持ってる。もう心配なの。台本覚えなきゃ覚えなきゃ覚えなきゃと思ってとりあえず持ってる。確かに。で、どっか隙間があったらやろう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 って言って、一日が終わっていく。そうだね。でもたまに開いたりしてるもんね。うん。私なんか書いて覚えるのが好きなの。自分のセリフをまとめるのが好きで。それを、だからやりたくて、いつも持ってる。ノートとペンと。へぇー。あ、でも私もすごい書く。ね、楽しいよね、書くと。うん、楽しいし、勝手に覚えてる。そうなの。うん。すごいよね。書いただけじゃ覚えないっしょって思ってさ、ちょっと喋ってて、あれって。そうそうそう。あれ意外と、あれ言葉出てくるみたいなね。そうなんだよ。不思議だよね、あれ。ねえ。なんかあんまりさ、喋って言うとさ、なんかそれがついちゃうじゃん、癖が。喋り方が。だから変えられなくなっちゃう。確かに確かに。嫌だなって。なんか言葉で覚える時も私棒読みで覚えるようにしてる。あ、それがいいって言うよね。なんとかって言ってるよねって覚えてると、ね、なんかもうちょっとちっちゃい声で喋ってとか言われるとできなくなっちゃうもんね。わかる。一緒だったね。初めてしたね、なんかちょっと仕事っぽい話。普段しないもんね。もうびっくりした。ちょっといつ台本覚えてるのって言ったことないもんね。ラジオありがとうございます。ありがとうございます。あ、やばい、ラジオに出ると仕事の話が聞けるってことが分かった。そうなんだね。初めてしたね。うん、だから私たち夏はまあ働きます。はい、仕事してます。以上。以上って決まり文句なの？かわいいね。ここで切れると思って。以上。じゃあ今週もエリさんに選曲してもらって。はい、今週は、そして今日は、私がよくカラオケで歌うとあつこが一緒に盛り上がってくれるスーパーセルの君の知らない物語。イエーイ、イエーイ。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。いや、音楽流せない。流せない。この歌い続ける。